嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。何のアイコンなんだろう。何かイベントがあるのかな、ここで。まあいいや。あ、旅の心が開いてない。先に行け。勝利を我らを救いたまえ。どうしたの。助けて。分かった分かった、行ってみよう。あ、レイノ。君が来てくれるとは、カイネに感謝だよ。手を貸しに来てくれたんだろ。妹はどうした。何か逃げている。虫の教団だよ。奴らがあちこちにいる。この遺跡を調査するためにキリス、つまり僕の姉妹がチームを率いてここにやってきたんだ、うん、墓地にあと少しで入れると思ったその時、虫の教団に襲われたんだ。僕は全速力で逃げたんだよ。キレスたちを見捨ててか。それは違う。そうだろうな。いや、そうかもしれない。そうだろうな。だけどその後に同胞団が現れたんだ。彼らは虫の教団の進行を阻止するために戦った。彼らのリーダーであるナリルは今僕たちのキャンプに戻っている、うん、助けてほしくてここに来たんだ。当然だ。その通りだよ。だから力を貸してくれ。分かった。ナリルを見つけてできる限りのことはやってみよう。いつものやつ。そういうって分かってたんだろう。ナリル、再会できてよかった。頼みたい仕事がある。ここで何が起こったんだ。虫の巨団はこの発掘現場をめちゃくちゃにした、うん、最初の襲撃は防ぐことができた。だが奴らはまた戻ってくるだろう。今度襲われたら無事では済まないかもしれない。だがみんなを見捨てるわけにはいかないんだ。分かってやろう。再会できてよかった。頼みたい仕事がある。手伝いに来たんだ。その場合は可能な限りの助けを借りることになる、うん、私たちは虫の教団を追って岩の盆地からやってきた。ここには奴らよりも少し先にたどり着いた。だから探検家の一部が生き残れたんだ。私の部隊も全滅せずに済んだ。なるほど。もういいだろう。これは知ってる。どうしてここに来たか。あれ、これを聞かなきゃダメだったか。再会。探検家たちは古代のパズルを発見して、手がかりが書かれているメモを集めた。そして虫の教団は探検家たちを殺して、そのメモを奪った。なるほど。奴らの目的が何であれ、奴らの企みは阻止しなければならない。皆を助けてほしい。
だが私たちにはそのメモも必要だ。そのメモも何とかしよう。虫は敵じゃないだろう。仲間がまだ生きていることを願うばかりだ。うん、よし行くか。何か読み物が。キレスのメモだ。そんなになんか基礎調査には無視しろって主張はまだ驚かされてる。だってドラゴンプリーストが何かしてる？いい。何世紀も前ノルドはドラゴンを生きる神として崇拝していた。特に信仰深い者たちはドバーの魔法によって高みに上げられた。こうした祠は至る所にあった。今では数えるほどしか残ってなくて、ほとんどは地下に埋もれている。そのまま発見されないものもあるでしょう。これらの遺跡はドラウグルが出没して死者も出る危険な場所だと噂されている。実際にはほとんどはそうよ。でもターレングラブは彼らの過去を研究する絶好の機会を提供してくれる。ここでは彼らが神に捧げる偶像を作りながらどのように生活していたかを示すものがすでに見つかっている。彼らの子供たちの物語やおもちゃも発見した。小さなドラゴンの彫刻の横にドラゴンの言葉が刻まれたもの。まだ親の名前も知らないような子供にドラゴンの名前を教えるために使われていた切り込みが入った小さなブロックよ。だからドゥエーマーの遺跡にある霧のトンネルがどんなに心地よくて暖かいかなんて文句を言うのやめなさい。もううんざりよ。なるほど、レイノーに当てたやつだな。僕は行きたくないんだって言ってたんだろうな。で、どこにあるの？あ、虫の教団がいるじゃないか。はいはい。失われたメモをここで見つけるの。なるほど。はい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 。リバルステッドに行くよ、うん、幸運を祈る。そうしろ。あ、メモを見つけた。大丈夫か。リバルステッドまでは遠くない。うん、無事を祈ってて。そうですね。遠くありませんね。待って、今助けるよ。よし。キレスも見つかったわ。ドラゴンの塚の裏にあるテントの中よ。なるほど、わかった。ありがとう、教えてくれて。え、もう助けられないの？いいだろ別に、そこに上限とか決めなくても。どこだって言ってた。テントローラはい。キレスも連れてかれた。ドラゴンの塚の裏にあるテントの中だ。なるほど、こだわってたみたいだな。キレス、いた。ねえ、そこのあなた、話を聞いて。ここから出られるようにするから待ってろ。待って、虫の教団が何を追っているか聞いたの。イスグラモルの伝説、500人の同胞団の霊魂を探してリフトを捜索しているって。霊魂を服従させ巨人シンムールの支配下に置くつもりよ。ここに霊魂が存在してるの？ええ、そうだと思う。
この遺跡の中にイスグラモルの同胞団の一員ベルダーの墓所があるはず。このページは集めたの？中に入る手がかりね。もっと時間さえあれば。教団のことは私に任せて逃げなさい。頼むわね。見習いのダネラスが宝物庫の中にいる。もしまだ生きていればだけど、ダネラスを見つけて一緒に墓への道を探して教団を止めてほしいの。任せろ。さあ自由の身にするから待ってろ。よし、じゃあ行きますか。中だな。こんな中だ。よいしょ。ダーレングラブの墓地。ダーレングラブの墓地は奇妙なアーチ型の大広間はサールザルまたはラビリンシアンと同じくらい古いものだ。現代の建築技術からするとこの墓地の設計は全く理にかなっていないが、おそらくその構造には神秘的な意味合いがあるのだろう。サールザルもラビリンシアンも行ってみたい。いつかスカイリムのホワイトランチ方向。ここに長居しないように。危険が別の場所に迫っている。誰だ、どうした。私はバルダー。500人の同胞団と共にイスグラモルの傍らにいたものだ。だが今自分の存在そのものが魔法によって破壊されている。虫の教団か。ああ、遺跡の奥深くにいる黒いローブを着た魔術師たちだ。奴らは私をここに繋ぎ止めているものを破壊しようとしている。私を引き裂こうとしているのだ。どうやって彼らを止めた。謎を解いて扉を抜け奴らを止めてくれ。わかった。謎を解いて扉の向こうに行け。くしゃみ出た。伝説の戦い。あっちは行けるけど帰り道だなこれ。何に見つかったんだ。バイクの罠解除する。トラップに感知能力がある。虫が私の存在を消したり霊魂を引き裂こうとしている。大丈夫、待ってろ。奴らを倒してくれ。待ってろ待ってろ。さてと、どっから、向こうから上に上がってここ行けるな。行けるだろ。行ける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 んだ。行けるんだね。びっくりした。
それ。あ、ウルは下から来たのか。あれ、もう一匹いた。儀式が間もなく完了してしまう。虫を止めてくれ。あ、いたぞ。ダネラス。何？幻覚に違いない。誰もここにいないんだ。俺はまだ死んでいないぞ。ショール。ケレスに言われてきた。大丈夫か？腹を怪我して血を失った。それ以外は大丈夫だ。それが大事なんじゃないのか。ここはどこだ？なぜあのような扉なのだ？一種のパズルだ。虫の教団が攻撃してきた時キレスと俺はあともう少しで解けるところまで行ったんだ。奴らは宝物庫に埋葬されている同胞団の遺体を探していたんじゃないかと思う。なるほど。虫の教団からこのメモを取り返したぞ。いいぞ。攻撃のすぐ前にキレスがルーンを解読してくれたが分からなかった。古代の詩のようだ。扉を開ける方法が分かればいいんだが、解読できるよう祈っている。手伝ってくれないんだな、そこは。分かった。クジラ、ヘビ、わしかな。探検家のメモですか。袋小路に入ってしまった。扉の部屋だ。どの扉を試しても入り口へと戻ってしまうようだ。この古代の遺跡の中に何か手がかりがあるに違いない。2週間経ったがまだ扉に行く手を阻まれている。キレスはもうすぐだと言うけど1週間言い続けている。昨晩遅くに同胞団の偵察隊が現れて虫の教団について話していた。まだ老婆は見えていないけど僕たちは守備を配置するつもりだ。見張りのため少なくとも大きい奴らのおかげで奴のおかげでキレスのやる気は保たれている。やったぞ。僕の姉妹はすごい天才だ。ルームを翻訳してくれた。深い海で泳ぐもの、晴れた日の水面、遥か頭上で 目が見ている、翼を見張る遥か下で、鱗が軋む、象が脈打つ、我らが王アルドゥインの目から見ると全ては一つになっている。なるほど。これは何？バルザ。虫の奴らに魂を引き裂かれている。なるほど。助けてくれ。こっちが彼らを阻止できなかったらどうなる？私は奴らのものとなり教団によって汚される。そして私の霊魂はリフトを破壊するだろう。頼む、奴らを止めてくれ。わかった、待ってろ。まずはクジラに行って、ワシに行って、ヘビに行くんだ。これで間違いないやつ。よし、簡単だったな。お前たちが 何週間もかけて解いたパズル、俺はたった2、3分でやったの。あなたの魂は私のものよ。蚊が寄ってきている。リアルでは蚊と戦っています。ゲームではこのチェンタル。召喚しようとしてたみたいな。ついてきてくれ。案内しよう。綺麗な人だった。チェンタルハートムーンと。こうね。
久しぶりに自由の身になれた。救ってくれたことに感謝する。礼には及ばない。虫の教団また同じことをやろうとするのではないか。それはない。拘束が解かれて虫の教団の儀式は中断された。私はもう自由だ。奴らは私を奴隷にしようとしていた。私を使って巨人シンムールを強化するつもりだったんだ。これからは汚れた虫の教団との戦いに力を貸そう。ありがとう。行く前にもう一つ伝えたいことがある。どうした。自由になったおかげでパインピークの霊魂のガーディアンハクラを感じられるようになった。彼女によれば東の本立地島に闇が集まっているらしい。なるほど。どんな集会だ。虫の教団のようだ。お前の仲間たちも本立地島に向かっている。私も自分のやり方でそこへ向かう。お前もそこに向かうんだ。よし、わかった。本立地の塔へ急いでくれ。どのような闇が広がろうと止めなければならない。本立地湖に向かうんだね。もういよいよリフテンが目の前だな。じゃあよし。ん？こんなとこから入ってたっけ。出口が違うのか。なるほど。え、ここになんかいたみたい。めっちゃ包丁で刺されてる。脇腹のところをザクってやって、ギャーッつって死んでる。よし、それで、まずはキレスに会おうか。だいた。何の用だ。だな。ワクワクするような場所で新しい出会いがあるのはいつでも素敵なことね。うん。レイノは。本当に感謝しきれないよ。もし解読が必要なアーティファクトを見つけたら姉妹に聞いてみてくれ。本立地湖、ここだね。遠いな。まあ、行きますか。行ったところで今日は終わりにしましょう。行くぞ。サベルキャッツゲー。ちょーん。何かいるの。あ、サベルキャットがいた。残念ながらうちの物が早い。買いにマルテに戻ってくる。おお、なんだ、変わった乗り方してるな。サブクエストなんかすっ飛ばしてメインクエストばっかり来るね。という間だね。ブルボンちゃんとついてきてる。結構遠いよ。あ、でももうすぐだ。だ。止まれ。お前は誰だ。王者の矢よ、会えて嬉しいぞ。ジョルンはどこにいる。陛下はこの先にあるキャンプにいらっしゃる。気をつけろよ、虫の教団たちが退去して押し寄せてきているからな。分かった、そこで陛下と会おう。入り口じゃなかったみたい。
あ、いるね、スカルドのジョン。みんなここに集まってるの。いらっしゃる、いらっしゃる。さて、じゃあ今日はここで終わりましょうね。長時間のご視聴ありがとうございました。もうリフテも目の前、ここね。まあもうすぐですかね。いよいよこのエモンハートパクトも佳境になってきたということでしょう。というわけで、じゃあ今日はここまで。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様です。Our story.